長田さんも買えないからね。ありがとうございます。どうぞ。やっぱり YouTube で撮りますよ。YouTube で撮りますよ。お疲れ様でした。うん、前にやった方がいいんですよね。表面に置くのが上からこう乗っかってくるというか、取られないので、あんまりだから、ちょっと中身は取れないんですけど、本当にこうやったらダメだなって人は、もう取っちゃった方が全然、後がいい、絶対に。
ら見た長さはほとんど変わってない。すげえ髪健康、全然、全然水がなくなる。で、これシールでしょ。で、こちらもマッシュポーンつながってるので、つながってるでしょ。はい。で、ミニコーティーから、これ、リアキーじゃなくて、ミニコーティーから、大体このこのアウトラインは大体完了。こっちの方がこれもちょっとこれもちょっとで問題のところです。ここをどういうふうに引っ張るかと、内部に内部じゃないところっていう焦点が分けてしまうとなかなか難しいので、分けないとつなぎたい。前髪が切らないと前髪が揃ってるんですよ、先が切る。今やっぱ前髪もある程度としても見逃しが必要なんで、前髪の位置が上から落としてくる。左の角が左の角が、これが左の角度だったんだけど、今度こっち側、これが来たら前に、ここで出てきちゃったのはあとはフリーハンドで、こうやって繋げるのは下に落とした感じで上げると短くなっちゃう。短くなっちゃう、短くなっちゃう。こうやっちゃうと、もうまあこうなかったらそうじゃないけど、そうじゃないけど、落ちたところで、落ちたところでこう。あるよね。これがもうこっちもらって、はい。
日本の世界なんですよね。自分でニュース見てる。ママちゃんの警察隊になってる。あ、その女子どうみたいな。そう。よかったら、よかったらママが行くんで。なるほど。で、前で行って、後ろで立って行くんで、撮ってるが長い。で、よく長いと、例えばマッシュ感が出てるんで、この頂点とか、立ってるのを、出して、山になってると思ってる。山の頂点は、まあ、職場体験で、よそに行くんだって言ったら、ママ、なんか、切ってもらえば、ありがとうございます。ありがとうございます。前髪に置いてる。必要があればこっち切るんですけど、こっちも短かったので、あんまり切るかもなんですね、角が出て。で、もうベースカットが出る終了ですね。で、もう手に入れていきます。後ろも軽いですよ、見てください。から、この感じですか。だから、こちらに、セオリー通り、なんか蜂が結構出るんで、蜂の時に、やってもらって、で、こっちもこっちも軽いんで、だから、こういうふうに、こういうふうに乗っかっちゃう。こっちが軽くてこっちが重いんですけど、こっちが軽くてこっちが重いんですから、やっぱりその重いイメージが寄せてしまうっていう感じなんですね。そうだよね、一日だけ日曜日だちょっと中身のところもしますけど、
ら全然できる。ちょっとこうこう次トップの下着が揃っているので、
さ、分け目をつけて、なんか膨らむ、もともと長い時からさ、なんかすげえ膨らむって思ってたと思うんだよね。だけど、上が、つぶれがそれほどこっちができちゃって、分け目がないように、こうやって乾かしてもらって、でも自然にこうやって分かれてくるでしょ、時間が経つとこうしても。それはそれでも OK です。で、こっちの、こっちの方だけ、上にかけたりとかしても、全然可愛いです。別にかけなくてもいい。かけてもいい。かけなくてもいい。あとは任せる。後ろはなかなか難しいね、これね。そうだね、ブーンしちゃおうか、ブーンしちゃおうかでいいのかブーンしちゃおうかでちょっと邪魔な手が出てきちゃうよ。ショートさんってどうしてもこうイマジネーションなんで、技術者の。いろんな可能性をこう自由にやっていただくのが多分一番楽しいと思うんだよね。以上です。ありがとうございます。よっ。じゃあ職務に行こうですか。3219最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また見てね。